デューサーさんこそお疲れ様です。ありがとうございます。美味しいですね。お仕事頑張ったんだなって味がします。です。それも寂しいですね。じゃあ今買ってしまいません？新しいマグです。事務所の近くに雑貨屋さんがオープンしたんですよ。はい、もちろんです。ここです、プロデューサーさん。見てください、かわいい小物がたくさんあります。このリボンもすっごくかわいい。あ、すみません、一人ではしゃいじゃって。いえ、つい夢中になっちゃって。プロデューサーさんのマグ探さないとですよね。わあ、ティーカップもいっぱいある。ほら、こっちです、プロデューサーさん。いいえ、今日はマグが大事ですから、プロデューサーさんにぴったりのものを探しましょうね。そんな、とんでもないです。なんだかそれ、私も欲しくなっちゃったな。そうしてくださいね。さあ、戻ったら早速コーヒーをいただきましょう。いえ、お疲れ様です、プロデューサーさん。大丈夫です。プロデューサーさんこそお腹が空いてるんじゃありません？でしたら夕食をご一緒しませんか？いいえ、私もペッコペコなんです。プロデューサーさんは何を召し上がるつもりだったんですか？牛丼。私、牛丼屋さんに行きたいです。いえいえ、ダメです、もう牛丼に決まりです。お腹が鳴ってますよ。プロデューサーさんのお腹も牛丼がいいって言ってるみたい。じゃあ連れて行ってください。プロデューサーさん、ごちそうさまでした。あら、私もとっても美味しかったですよ。誰かと一緒に食べると楽しくて、すごく幸せな感じがして。そんな、プロ
ロデューサーさん、最近お疲れでしょ？もう、そのくらい分かっちゃいますよ。いつも私たちのために駆け回ってくださってて。私にできることがあったら、何でも言ってくださいね。いえ、そんな、私にできることだなんて、おこがましいですね。プロデューサーさんのために頑張るのは、ダメですか？いえ、ごめんなさい。その、はい、ファンの皆さんとプロデューサーさんのために頑張ります。プロデューサーさん、いえ私が笑顔をお見せするのは当然ですよ。それがアイドルです。でもそれだけじゃなくて、必要って思ってくれたら嬉しいんです。さあ早く帰りましょう。プロデューサーさん、絶対6時間は寝てくださいね。まあ、それならたくさんご紹介できますよ。リラックス効果のあるアイテムって、今は雑貨屋さんにもたくさんあって。そうですね。アロマ加湿器とか、マッサージクッションとか。今度、何か持ってきますね。なんだか、かえって気を使ってもらっちゃいましたね。いえ、いつかプロデューサーさんに本当に頼ってもらえるようになりたいなって。独り言です。さあ帰りましょう。プロデューサーさんのマグ、もう少し待てばよかったですね。ああ、それは、そうかもしれませんね。いえ、ごめんなさい、急に。打ち合わせ、急ぎましょう。プロデューサーさん、まだ事務所におられるかと。いえ、はい、プロデューサーさんも。ええ、実は私もなんです。プロデューサーさん、私にですか？もちろんです。すごく
様、マグが残ってますように、マグが残ってますように。はい、プロデューサーさん、早くこれでコーヒーが飲みたいですもん。ええ、お湯沸かしますね。私は少しも迷ってません。この道を行こうって思ってます。プロデューサーさんが教えてくれた何一つ諦めなくていい道、そうじゃない道なんてないんですよ。じゃあお湯を入れますよ。